来た来た来た。お願いします。あ、じゃあ麹町まで、はい、お願いします。天気がいいですね。いいか悪いかで言ったらまあいい方やけど、もっとねいい日もあるから。いやいや、ああそうやなでええんちゃうかなとは思うけどね。あれなんかそんな難しい人やったっけ。33年目でしょ。そうです、遠藤さん追いかけて久我山に住んだのが32年前ですから。あの時は家賃が3万6千円の風呂なし、トイレ、共同。僕がね、いとこと一緒に住んでたから、近くにね遠藤さんのところにお風呂を借りに行って、うん、お風呂一回入らせてもらうために100円取ってたな。でもあれも結構たまってもう、うん、兄さんにぶっこんで本当にいい感じになってるからね。あの時のお金が今時を経て久々やんか一緒の現場。そうそうそう、確かにね。そう言ったらさ、自分なんかあの一人でさ、MS なんじゃら MSC です。 MSC、 はい、なんなん MSC。 このままやったら遠藤さん魚が食べれなくなってしまうかもしれないです。魚が食べられへん。はい、まあ、一つの理由として魚を取りすぎているっていう。50年ぐらい前はもう取りすぎですよこの種類っていうのが全体に 10% ぐらいやったよ、うん、今はもう 35% なんですよ。だからこの50年だけでもそんなにパーセンテージが上がってて、持続可能な漁業を考えていきましょうって、それが MSC の大きな役割の一つ。そういう意味じゃね、遠藤さんこういうカルタがちょっとあってちょっと見てもらいたいんですよ。カルタ、うん、MSC の認証の魚が描かれているカードなんですよ。こんな魚たちがいるんですよってことを一緒に楽しく学ぼうっていう。ごめんちょっとさっきの話ちょっと戻っていい。さっきの話でどれ。ちょっとやっぱ天気ええな。あ、もうちょっと戻らんといて。もう MSC 海のエコラベルは水産資源と環境に配慮した持続可能な漁業によって取られた水産物の証です。守ろう豊かな海、選ぼう MSC ラベル。やっぱ天気ええわ。